命頑張れ立命館頑張れ。開幕戦近畿大学を相手にまさかの敗戦を喫してしまった立命館、本日は花園第2グラウンドで関西学院との一戦です。今シーズン初勝利をつかむことができるんでしょうか。立命館非常に重要な一戦になってきます。はい、序盤から前で止めるタックルが炸裂します。関西学院相手にチャンスを作る隙を与えません。わー、いいタックルです。さあ、先制したのは立命館。敵陣ゴール前からロックの川上が持ち出してトライ。幸先よく先制することができました立命館。さらにスタンドオフ田中のコンバージョンも先行、1点を追加7対0。いい滑り足を見せました。さあ、前半20分今度は南海と中村がゴール前スクラムから持ち出してトライ。中村はこれが今シーズン初めてのトライとなります。さらに田中のコンバージョンも成功、立命館14対0と試合を優位に進めていきます。さあ、またまたこの男が見せてくれます。前半27分、関西学院ディフェンスを切り裂いてナンバー8中村が右中間にトライ。立命館ファーストフェーズ一気に取り切ってしまいます。さあ、またまたまたこの男が見せてくれます。前半35分、ナンバー8中村が飛び込んでトライ。中村、これで本日ハットトリック達成です。さらに前半終了間際、1年生の藤田がペナルティーゴールを決めて29対0、立命館前半29対0で折り返します。また今日の試合はフォワード陣のスクラムが関西学院を圧倒します。前節近畿大学戦でミスを連発したスクラムですが、見事に1週間で修正することができました。15分、自陣でボールを切り込まれて立命館は本日最初のピンチを迎えてしまいます。しかしここは今日好調のフォワードがボールをスティール、なんとかピンチを脱することができました。しかし後半22分、ゴール前で関西学院岡部に突破を許してしまいます。ディフェンスなんとか食らいつきますが、最後はクロック西田が決めてトライ。立命館これが今日最初の失点になります。ゴールを成功し、得点を29対7、立命館22点のリードに変わります。さらに後半34分、ゴール前の密集からクロック西田に再びトライを許してしまいます。なんとか流れを変えたい立命館は1番渡辺に代えて17番の滝井を投入します。2位はこれがリーグ戦初出場となります。しかし勢いに乗った関西学院はディフェンスラインを突破し、23番藤井がトライ。得点は34対21、立命館じわじわと追い詰められていきます。しかし関西学院の反撃もここまで、最後はボールがタッチを割ってノーサイド。立命館苦しみながらも今シーズン勝利を挙げることができました。そして本日のマンオブザマッチにはナンバー8の中村亮介が選ばれました。リクはマッチ取れて個人的には嬉しいですけど、リクはやっぱりみんなつないだトライだと思います。来週も爆発して頑張ります。前半はフォワードが頑張りを見せて大量リードで後半を迎えることができましたが、関西学院必死の反撃を食らってあまり点差を開けての勝利とはなりませんでした。さて次の相手は京都産業大学、同社天理を相手に敗れはしましたが、非常に競った試合をする力のあるチームです。10月16日宝揚球技場で皆様の声援お待ちしております。それでは See you next time。